石火層市は中華人民共和国河北省に位置する地球市。河北省の省都である。常住人口約1078万人、都市圏人口約354万人。都市圏人口で河北省最大の人口を持つ都市であり、省内の経済、金融、文化の中心となっている。石火層市の西には太閤山脈がそびえ、高輪が山脈を貫いて、 地域を東西に流れている。新楽市には仏議会が残り、伝説上の仏議士の古地である。戦国時代には中山国が形成され、平山県には中山国の都の城遺跡が残り、中山王部からは、珍規な文物が出土している。東大に、臨済期限が臨済寺で臨済州を開いた。信代は、魔女笛鹿県所属の小村に過ぎなかったが、 1902年、フランスとベルギーにより蛍光線が付設された際に、駅が設置されると交通拠点として発展し、次第に、制定から、河北の拠点としての地位を奪い始めた。1925年には、石門と呼ばれるようになった。1937年に本軍の占領下で、河北の重要な軍事拠点となり、1947年、正式に、 石門市として市政が施行された。1968年に河北省の省都となった八市カ区に研究し11県を管轄する。新州市は省直轄研究行政区。石火層市石火層線区石火層市石火層地区、石火層市中国でも著名な商品集産地で全国10大商業市場のうち南三条商業市場と 進化商業市場がある。また、著名な薬とでもあり、石化層の製薬工業は、上海市に次ぐ規模となっている。かつては防災企業も盛んであったが、衰退しており、市政府は薬ととして発展させる計画である。日本向けの冷凍食品を製造している。転用食品もここにある。夏季はいずれも2010年現在の情報である。 上海便は1日2便あり、日本から訪れる際には上海、またはソウル経由がよく使われていたが、中国大手 LCC 春秋航空による運航で2015年6月より、名古屋、中部国際空港からの直行定期国際便が開設されたため、利便性が高まった。現在日本国内への定期国際便は、春秋航空運航による名古屋、中部空港線のみである。 生定権に乗山千古と称する伝統的なドラの演奏があり、千古演奏隊が組織されている。常山は歴史上の定山軍にちなむ。ありがとうございます。